次はもう最終コーナーから全部入れて、それで埼玉止まってくるからそれで入れてくれる。これからこっち側から止め置きする車が順次来ます。全部で80ダブルじゃないですか、うん、で今度逆側のピュート一回見ていきますから、そしたらまた反対側に追い出ししてもらうかもしれない。最初の頃は出場チームが少なかったので、そんなにびっくりすることはなかったんですよ。で、台数トレーラーがこんなにいっぱいいなかったんですよ。昔は10トン車っていう、ヘッドじゃない10トン車っていうのがメイン で途中からトレーラーがどん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 各チームを作っていき、でピット中のパーテーションをどん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  F1 化し始めて、でトレーラーが1台増え2台増えということで、要はその1チームが持ってくるトレーラーが増えてきたがために、僕がこんだけやらないとうまく入らないっていうのが現状だと思いますね。これジャムトラックの搬入してる人たちどこですのって聞いてんの、邪魔だから出てみる。各チーム平等ではなきゃいけないと。でそのサーキットによってこれピット割り全部変わってますから、それによって早く入れられるところ、最後になってしまうところ、そこをチームがに、クレームが来ないように平等にできることが一番だと思います。そこにお客さんがいた場合にお客さんに怪我がないように、であとはもちろんチームにスタッフにも怪我はないように、あと車同士が当たらないように、それを注意しながら見てますから、自然的場合によってはきついことも言いますし、怒鳴るもちろん時もありますが、でもドライバーはほぼ来てる人はみんな俺の性格も知っていて気にはしてないと思いますけどね、はい。もともとはキャリアカーに乗っていて、それでレースもこのトランポがあるっていうのを知って見に来てたんですけど、それで見に来てた時にトランポがかっこいいなって思うようになって、自分も乗ってみたいって思うようになってから今の会社に入社しました。
前の方に余裕がない、狭くて余裕がないので、最初にバックした時のアプローチが悪かったりすると、合わせるのにこう前がない分寄せるのが何回も何回もやらなきゃないので、それが難しいですね。一発でいければいいんですけど、ちょっと間違っちゃうと切り返しするのに時間がかかってしまうというところが難しいです。ドリンクの補充をしたりだとか、あとは言われたガソリンの量を測って計量して作っておいたり、あと、レース中は耐火服を着てヘルメットもフルフェイスかぶってピットに車が戻ってきた時に給油するそのコックを開けてるっていう仕事をしています。それはもうドライバーさん、トランポのドライバーさんっていうか、もうチームの完全なる一員ですね。そうですね、一員として扱ってもらっています。この信号引っかかってるわね。忘れてたら確かにこれは引っかかるわ。他の会社のドライバーさんも、うちの会社のドライバーさんのもそうですけど、間近でこうすごいかっこいい運転技術を見れたりとか、あとそうですね、普通の運転手では体験できないようなそのレースに関わる仕事ができるっていうのが醍醐味ですかね。ヨーロッパなんかでも僕のフランス行ったりいろいろしてますけど、まず綺麗に並べてるんですよ。ナスカーもそうだし DTM もそうだし、まあそれも一つの絵として、お客に見せる絵として綺麗に並べたいというのが僕のことですよね。